はい、今日はね、コケ掃除の話なんですけども、これ見えます？これね、川で採取した貝なんですけど、これね、よくな長いやついてるでしょ、長いやつなんですよ、これ。石巻貝とかね、よく言われてるんですけど、この長い貝多いでしょ、これちょっと死んでるのかな、分からへんけどもね。この長い貝を10匹ぐらい入れたんですけど、もう大量にね、発生してるんですよ。この上の方とかね、 あっちの辺とか。ほんで、この子のすごいのが、まあ、魚死ぬとしませんか。死んだら、死骸をね、全部食べてるんですよ。ほんで、これ何してんのこれ。これ、なんか、ビニール袋にかなんかにくっついて泳いでますわ。ビニール袋かなんかにくっついて泳いでます、これ。はい。苔がね、一つも生えないんですよ、この水槽。で、この、偽物の木、水草あるでしょ。あれのとこに大量におるんですよ。大量に。で、ちっちゃいのも生まれてね、めっちゃ生まれてるんですよ、これ。見えますかね。これもそうですよ。これ。もう、次々生まれてきてね、たまに生まれすぎて亀の餌にしてますけど、私。これ。この細い方のやつ。これすごいクリーナー力あるんですよ。全くね、この水槽、結構ね、日当たりええとこに水槽置いてるんですけど、これ、皆さんこれおすすめですよ。タニシはね、あんまり掃除せえへんってよく言われますけど、この子、何貝なんかな。そうね、すごい移動力が、移動するんですよ、この子たち。ここなんかね、昔やったらもう、すげえ苔生えてたら、苔生えとったんですよ、この偽物の、水草ね。すごい出るでしょ。とにかくね、この水槽、教室線水槽ですけど、ガラスピッカピカなんですよ。ここにもいますね。ここにもいますね。この細長い貝、これ皆さん、すごいですよ。という話です、今日は。はい、ここにもいてますね。もう何匹おるか分からんぐらいいます。ほんで、どんどん生まれてきます。このスポンジフィルターのところにもいっぱいいますわ。ほんで、もうほんまにね、この亀の餌にもするんですよ、たまに。減らへんのでね。皆さん、これおすすめですよ、という、今日は動画でしたけど。はい。もうあの草のところに、アホほどいますからね。これ何してんの、さっきからこれ。ビニール袋の上にね、下に張り付いてずっと泳いでました、一緒に。これ。面白いからもう掃除しないですけど、ほらこれね、これ向こうにもいてるでしょ。下におるのやつはね、生きてんのと死んでんのがおるんですけどね。あれ見てください、あれほら魚死んでんすよ。これ見てください、これ魚ですわ。これ食わえてんの、これね。死んだ魚ね、めっちゃ食べるんですよ。ほんでうちね、これプレコおったんですよ。プレコ、ちっちゃいプレコ。プレコはいないんですよ。プレコのね、死骸がないんですよ。見つからないんですよ。で、どっか隠れてんのかなと思って、この前掃除したらプレコ いませんでした。で、食べたんですよね、貝が。だこれね、死骸食べますよ。これ、今死骸食べてるんですよ。これ見て、全員で。ほら、これ見て、気持ち悪いでしょ。ほら。これ、魚死んでんですよ、一匹。でもね、掃除しなくていいんですよ。ということは、やっぱり京都のね、アクアリウムの人が言うように、死骸も食べるし、ね、すごくいいんじゃない？貝入れてたらね、ろ過能力がすごいんじゃないですか、やっぱり。みんなでこれ食べてますわ。ほら。やっぱりね、魚減ってますね、これ。かなり大量にね、買ったんですけどね。よう見たら減ってますからね。減った魚を僕回収したことないんですよ、これ。ああやって食べてるんやな。すごいね。この貝おすすめですよ。これ何貝なんですかね。どこでも言いますわ。これ細いやつ。細長いやつね。この子らがタニシよりすごいなっていう話でした。石巻貝よりすごいと僕は思ってます。はい。って言って昨日石巻貝買ってきたんですけどね、こうなんで。
ピラニア水槽に入れたんですけど。ということで皆さんね、こういう子もいますんでってことでした。ちっちゃいの生まれてますね、めっちゃ生まれてますね。はい、だからもしかしたらね、何でも食べるんちゃう。ほら死んだ魚食べてますからね。プレコどこ行ったんやろな。でこれ貝だけのやつも置いてるんでね、あの中身がいないやつ、多分これはね死んでますわ。ここは生きてんのかな、ちょっとわからないけど、もうとにかくもうこれ下の砂利がもう貝だらけになるんちゃうかないぐらい。はい、そういうことでした。これ何貝ですかね皆さん、よくわからないですけど、おすすめでしたということです。